こんにちは、亀蔵です。かわいいキボシイシガメのベビーが今日も2匹誕生しました。キボシイシガメなんですけど、餌付けにですねちょっと苦労するというか根気のいる場面が出てくるので、今日は我が家で、どうやって餌付けをしているか、どんな工夫をしているかを動画にしてみようと思います。ご覧ください。まずキボシイシガメの場合、我が家で他に飼っているクサガメだとかセマルハコガメだとか、割と配合飼料に最初から根付いてくれるカメもいるんですけど、このねキボシイシガメは個体差がありまして、もういきなりね、こういった配合飼料を与えて食べてくれる個体もいるんですけど、でこの個体は食べてくれませんでした。残念ながら食べてくれませんでした。それでどういったもので最初餌付けをしていくかなんですけど、よくね赤虫とかあげてる方も昔からですね、これね極刑のねベビーとかね赤虫をあげるというのが一つ、定番というかミミズなんかでもいいと思うんですけど、うちの場合はですね今年は結果からいくと虫を与えました。こういったちょっとね物が物なんで、嫌な方もいるかもしれないんでアップではお見せしませんけど、これで餌付けました。虫好きなんですよね。コオロギなんかもね結構食べるんで、コオロギをちょっとちっちゃいのを割ったりとか、刻んだりとかちょっとして、あげると食べます。あとは、エビなんかも好きなんで、生のねエビを剥いてあげてもいいかとは思うんですけど、こういったね乾燥した感謝とか、こういったものを、パラパラと細かくしてあげて食べさせるということもしたことがあります。今年ねうちヤモリが結構今ベビーがいろいろ生まれたんで、この餌がね非常に使いやすくて、で今ちょっとわらわらしてるもんで木干しにも使ったんですけど、でそうしたらですね、虫食べるってことで、これですねレオパ用のレオパブレンドフードなんですけど、これもね、食べてくれました。なんで配合飼料に餌付いたっちゃ餌付いたんですけど、亀用じゃなくて、レオパ用の配合飼料で餌付いてくれました。さすがにね、大粒1個はまだ食べないんですけど、これで水でふやかしてですね、ちょっと与えようかと思うんですが、カメプロスも食べました。もうね最初100円玉サイズから500円玉サイズにこの約1ヶ月で成長してくれまして、キボシイシガメは他のねカメと比べるとだいぶ神経質な感じですね。餌ねなかなか食べない時なんかはもう今ねこれはもう一月かけて根気よく餌をあげた結果、こうやってすぐ餌食べるようになったんですけど、見てるとね、こう人が見てる視線が気になって食べないということもあるので、餌をまいたら、ちょっと隠れてこそーっとね、亀に気づかれないように様子を見ながらとか、あとはね、もうほっぽっといて、しばらくしてみたらね、あれなんか餌ない、食べてくれたかなみたいな、そんな感じで餌付けをですね、キボシイシガメの場合は、してあげた方がいいのかなと
思います。結構ずぶとくてね、いきなりもう最初の一口で配合飼料をほんとかじる個体もいますんで、この辺はねもう個体差ですね。で、まあ、先ほどからこの横に写っているこちらの方、こちらはですね去年のベビーなんですけど、もうね5センチサイズに成長しました。この個体はですね今まで増やした中で一番手こずりました。他の兄弟はねもう餌食べ出したら配合飼料もねすぐ食べるようになって、もうね他の方の元へ旅立っていったんですけど、もうこれだけはねちょっとこっちで面倒を見ないといかんなということで、手元に残していたんですけど、もうね何でも食べます。スイッチ入って食べ出せば餌放り込むとすぐ食べます。こんな感じです。バク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 食べるようになりました。ここまでね食べてくれると他の方のね元へ行っても安心かなという、そんな感じですね。まあ、なので、まあ、最終的には、まあ、どの木干し石紙もですね配合飼料を食べるようになるんですけど、まあ、最初のベビーのうちだけね少し苦戦する場面があるかもしれませんけど、食べる餌を見つけてあげて与えていって食べ出してくれるとですね、まあ、こんな感じでもうあっという間に全部平らげそうな勢いですけど食べるようになってくれます。ということでこんな感じで我が家では木干し石亀の餌付けを行っています。ということで今日は木干し石亀のベビーのちょっとした餌付け方法などを動画にしてみました。それではまた。バイバイ。